こんにちは、ケイスーチャンネルです。今回は現在使用されている暗号技術である共通鍵暗号と公開鍵暗号、そして両者を組み合わせたハイブリッド暗号についてお話しします。まず共通鍵暗号です。共通鍵暗号とはその名の通り、暗号化する鍵と複合化する時の鍵が共通であるという暗号方式です。そのため鍵を盗聴者に盗聴等で取得された場合に暗号文を複合化されてしまう危険性があるため、確実に盗聴等をされないように鍵を配送しなくてはいけないという問題があります。念のためどのように暗号化して複合化しているか見ていきましょう。まずメッセージを送信するアザラシとメッセージを受信するペンギンがいます。はじめにアザラシは共通鍵を用意します。またメッセージを作成します。続いてアザラシはメッセージを共通鍵で暗号化します。そしてアザラシは何らかの方法でペンギンへ共通鍵と暗号化したメッセージを渡します。そしてペンギンは共通鍵を用いて暗号化されたメッセージを複合化します。このような流れで共通鍵は用いられます。続いて公開鍵暗号です。この暗号方式はメッセージの受信者がまず公開鍵を送信者に渡し、その公開鍵を用いて送信者はメッセージを暗号化して送信する方式です。通信相手数に関係なく一つだけ作成するものとなっていますが、必要とあれば相手によって公開鍵と秘密鍵を作成し使用することが可能です。それでは公開鍵暗号ではどのようにしてメッセージ等のやり取りをしているか見ていきましょう。今回はアザラシがメッセージ受信側です。まずアザラシは公開鍵と秘密鍵を生成します。続いて生成した公開鍵をメッセージを生成する側であるペンギンへ渡します。なお公開鍵は盗聴者に知られても構いません。ペンギンはメッセージを生成し、ペンギンは生成したメッセージをアザラシの公開鍵を使用して暗号化します。そしてペンギンは公開鍵で暗号化したメッセージをアザラシへ送信します。アザラシは受信した暗号化されたメッセージを自分で生成した秘密鍵を用いてメッセージを複合化します。ハイブリッド暗号方式は共通鍵暗号方式の処理速度が速いという特徴と公開鍵暗号方式のいいところをそれぞれ採用した方式です。暗号化と複合化がそれぞれ複雑なので見ていきましょう。今回はメッセージ受信者がペンギンで、メッセージ生成と送信を行うのがアザラシです。まず、メッセージを暗号化するための鍵を生成する擬似乱数発生器を用意します。そして、擬似乱数生成器を用いて、メッセージ用の鍵であるセッション鍵を生成します。セッション鍵を用いて、共通鍵暗号方式でメッセージを暗号化します。そして共通鍵暗号方式で用いたセッション鍵をペンギンの公開鍵を用いて暗号化します。スライドでは別々になっていますが、暗号化したセッション鍵とメッセージをペンギンへ送ります。暗号化されたメッセージとセッション鍵が結合された暗号文を受け取ったペンギンはまず自分の秘密鍵を用いて公開鍵暗号方式で暗号化されたセッション鍵を複合化します。そして複合化したセッション鍵を用いて共通鍵暗号方式でメッセージを複合化します。以上がハイブリッド暗号方式の暗号化と複合化です。ここまでどのようにしてメッセージを安全にやり取りするのか、複数の手法を見てきました。それでは逆に
攻撃者や盗聴者はどのようにして暗号化された文章を読むのか見ていきましょう。まずブルートフォースアタックです。これは総当たり攻撃とも呼ばれ、力任せに可能な組み合わせをすべて試していく攻撃です。対策としてはパスワードの文字数や記号等を増やす、試行回数の制限などがあります。続いて頻度分析です。これは前回の動画で出てきた単一漢字暗号などにおいて用いることがあります。詳細は省きますが、大雑把に言うと品質頻度の高い暗号文における文字と平文における文字を対応させていく手法となっています。これで今回の動画は終了です。今回は共通鍵などの暗号技術について触れました。次回も引き続き暗号に関する技術について触れていきます。それではまたお会いしましょう。